プロデューサープロデューノの皆様、お待たせ、ティクタンと申します。本日5月の14日にシンデレラガール総選挙結果発表がされたということなんで、早速ね結果を見ていきたいと思います。いやードキドキ、いやだいたいなんかこうある程度わかるけどドキドキ。はい、では見ていきましょう。ちえりちゃんは一体何位にランクインしているでしょうか。さあ結果の報道は、第7回シンデレラガール総選挙、待って待って、早い、お、第10位アンドちゃん86万1358票、第9位サチコ9万2000票、92万票。おお、楓さんが8位になるんやね、95万。そして第7位がマーマユー9万6096万、ずっと桁間違えてます。これ今のガシャのママユーよね。第6位はシキニャン97万。え、でここでとりあえずこっから第5位になるわけや。チエリちゃんは、おお、なんかすごい発表の仕方。お、ふみふみ、おお、そうか、こっからなんか CD が商品化されるか、なんかそんな感じやっけ。おめでとうふみふみ。おお、正直実感はありません。でも大切な人の声が私を導いてくれたことを詩を読み解くように一つずつ確かめたいです。ということで第4位はドララ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 ラ、お、かっこ、おー、じゃあボイス人装が、おめでとうね。限定 SS レアもね出てたということでね、おめでとう。過去が第4位、ラッキーガールの私ですけど、これだけは言えます。この喜びはラッキーじゃなくて皆さんの温かな思いがあってこそです。いいやん。じゃあ次第3位が、お、カレン、おお、トライアドプリムスから来ましたよ。みんなの声援に包まれたきらめくステージ、いい眺めだね。でもこの光は一瞬じゃない、輝き続けるよ明日の向こうまで。いいですね。で第2位、誰になるんやろ。みおちゃんとかかな。おお、この限定みおちゃん持ってる空に輝くたくさんの光が力をくれた、そう感じだよ。私も全力で応えるから、これからのみおちゃんの活躍も見逃せない。となると1位はやっぱり、1位はねもうダントツよね。おお、3位出た、なーなちゃん、やん、かわいい、おめでとう、なーなちゃんおめでとう。なーな感動してます。大勢の人とプロデューサーに支えてもらって、一番のキラキラな夢を、うず、ありがとうございます、おめでとう。いや、なんかほんまに喜んでるなーなちゃんが想像できてすごい嬉しい。お、 CD デビュー決定、おお、なんかなかなか不思議なメンツよね。おお、そしてタイプ別、あー、順位発表、キュート、お、そっか、3位が、あ、ちえりちゃんはちえりちゃんは、おお、じゃあここイベントがあるわけや、専用衣装の。そしてクールが、ここまでランキング入ってたもんね。でカコちゃんがボイスおめでとうということで、ファッションはパッションミオちゃんしか入ってなくなかった。おお、これはヒカルとひなこがボイス実装、おお、よかった、ボイス実装の子が3人になるわけが、おめでとう。で、
高の CD ユニットデビュー。おー、イベントは5位までか。イベントは5位までね、5位までね。この5人のイベントがあるわけと。じゃあ順位確認をしてみましょう。おー、10位までが発表あって、ランコ、ホタル、チエリちゃんは14位以下。ちょっと下がってしまったね、中間発表より。いやでもチエリちゃんの、あ、これちゃうかと、票数は分かれへん。チエリちゃんでもかなり上位や。おめでとう。おー、なるほど。わー、いっぱいアイドルおるもんな。またこの辺の順位はじっくりね。あ、そっか、この子が何位かって見ていきたいと思います。はい、ちなみに投票履歴を見ます。私はもらえたものは全部チェリちゃんにね投票しました。おー、ナナちゃんおめでとう。はい、ということでね、総選挙の結果発表を見ていきました。皆さんいかがでしたか。いやー、でもどんな結果に転んでもやっぱアイドルたちの衣装が増えたり、 CD ユニットだったり、こうイベントがあるってことはコミを見れたりで、今まであんまりこう見なかった、私ふみふみとかかこちゃんって、まあ、かこちゃんボイスなかったのもあるけど、イベントでコミ見ることってなかったんで、それはそれでこうまた新たなね一面を見れたりするということで、それはそれでもすごく楽しみでございます。衣装も楽しみです。とにかくサミおめでとう。ということで、はい、まあ、取り急ぎ結果を見ていきました。みんなのご投票履歴とかね、こう感想コメントでいただければと思います。はい、それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下の高評価ボタンをポチッと、画面右下のチャンネル登録ボタンをポチッと、よろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。ナナちゃんとミオちゃんの票数がすごい、こう見るとダントツである。